一トン、こんにちは。6月9日火曜日 AW ニュースウィークリーです。今日はロックの日だそうです。この番組は政府の動きを中心に1週間の政治経済ニュースを解説を交え、視聴者の投稿とともに振り返ります。今日のコメンテーターは城西国際大学大学院国際アドミニストレーション研究科客員教授の鈴木孝弘さんです。鈴木さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はロックの日です。ろくでなしの日にならないように頑張りましょう。まあ打ち合わせ通りといった感が。それで鈴木さん、あ、そうそうそう、いつも言ってるんですけど、はい、お一人このニュースの有料会員になってくださった方がいらっしゃいます。素晴らしいですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それでその方のために何か有料会員の方に特別なサービスを考えてるんですけど、なんか鈴木さん、いいのないですか。深川さんとのディナーとか。俺とディナーしたでしょうが。コスプレ大会とか。コスプレ大会してどうするんですか。どうですかね。いいですよ。酒飲むんだったら渋谷に来てくれれば一番多く飲むんですけど、まあ、はい、それもいいんじゃないですか。だから、まあ、とりあえず考えてみましょう。はい、はい、ということで、有料会員になってくれた方ありがとうございます。ありがとうございます。それでは、鈴木さん、寸評をお願いします。寸評、そうですね、なんかいろいろこのとこずっと、ね、事件がなかった割にはこのとこあったかなという気がしてて、うんうん、一つは、例えばですね、うん、まあ、集団的自衛権で参考人が自民党の推薦人も含めてですね、集団的自衛権は違憲だと、うん、憲法学者が、ね、憲法学者が言ったというようなこと、安保法制は違憲だと言っちゃう、それでなんか、うん、政権もかなり危機感が出てきてる話が出てたりですね、あと年金の情報の漏洩の問題とかですね、流出事件とかですね、百何十万人ですよね、ありましたよね。あと、まあ、マレーシアのコタキナバルの方で火山の爆発とかもあって、まあ、つい最近日本でもいくつか火山が爆発したりしてあったので、なんか世界中のこうなんていうんですかね、地球上のですね、いろいろな地殻がこう変動してきてるんですかね。してない、よくわかりませんが、そういうこともあったり、あと来週最終的に決まるんですが、はい、先日18歳選挙権、はい、年齢引き下げのですね、はい、法律が衆議院を通過して、はい、来週の17日、はい、水曜日に、はい、参議院を通過するっていうような、鈴木さんがずっと、まあそうですね、論点にしてたやつですね。選挙権が今度引き下がるっていう、うん、年齢が引き下がるっていうことは、うんうん、選挙権が拡大することなんですが、うんうん、これは実は70年ぶりなんです、うんうん、戦後初めて、そうですよね、ということなので、うんうん、こういうようなことがいっぱい起きたり、うん、あともう一つは、うん、AKB の総選挙があって、指原莉乃さんがなんか CX で特番やってましたね。私も一応見たの、体調が悪かったので家で仕事をしながら見てましたね。あ、そうですか。一応指原莉乃さんを、サッシーは推しメンなので。あ、そうなんですか、なるほど、はい、じゃあちょっと待ってよ。だから安保法制違憲問題は鈴木さんどうお考えか、笑わなくていいか。いやいや、違憲問題に関しては集団的自衛権やなんかのことに関してきちんと日本の中で議論するしたりですね、することはいいことだと思うんですけども、ただ本当にですね、国民とかなんかそういう議論についていけてるのかと、あと万が一その集団的自衛権がきちんと法制度されてですね、自衛隊が海外に行った時に万が一のことがあった時に、その万が一に対して今の政権が本当に耐えられるのかなっていうのは、国会での議論なんかを聞いててもなんかこう、なんていうんですかね、こういうと失礼なんですけど、言葉をこう持って遊んじゃってるような部分があるかのように聞こえちゃうんですよね。だからそこから本当にこう政権とかなんかがこう覚悟を持ってその前に進めてるようなところがいまいちちょっとどうなのかなっていう気が。でそのほら、違憲発言があって、国会で違憲判決があって、その後読売新聞が世論調査してるんですけど、はい、50数%から53%か 1% に内閣支持率下がったんですよね、発言があってから。そもそもいろいろな各社がやってる世論調査を見ても、集団的自衛権に関しては、少なくとも安倍さんの今のやり方に対しては反対だという意見がすごく高いので、過半数超えてるのがほとんどだと思うんですよ。だからそういう意味でも、先ほど申し上げたように、もうちょっと議論を慎重にやった方がいいと思うんですね。まあ、もちろんこの間安倍さんがアメリカに行った時に、8月までに集団的自衛権を通して進めるという話を
をアメリカに確約してましたけれども、うんうん、まあ、あれも、まあ、ある意味ではこうアドバルを先に上げちゃってこう進めていくようなやり方だと思うんですが、うんうん、やっぱ最終的に国民がついていけないと、うん、集団的自衛権が成立してもですね、うん、して自衛隊を本当に現実に出すようになった時にも、うん、その出す方の家族の問題だったりなんかのことも踏まえてですね、うんうん、国民の中に本当に覚悟ができてるのかなっていう気がするんですよね。なるほど。なんかその、ね、安倍さんの決を決めてそのこの法制化に取り組んでいるっていう姿勢の表れと、その政府の内閣のその今回の集団的自衛権とか安保法制に関する憲法に関する認識に、ね、が現れたような気がするんですけど、中谷担当大臣が法律を違う、憲法を法律にどのように適用するかが問題だって発言したのあるじゃないですか、言われましたね。あれもとんすごだから今言ったことの表れなんだろうなと思いますよね。要するに憲法を解釈でどうでもできるとか思ってんじゃないかなという気がしますよね。それはやっぱりおかしい議論だと思うんですよね。だから先ほどの、あの参考人の憲法学者がやっぱおかしいって言ったのは多分その部分だと思うんですよね、うん、だから憲法は基本的にはもちろん憲法を変えることもあり得ると思うんですけども、うんうんうん、それにしてもやっぱり基本的には憲法の枠の中で法律をどういうふうに、うん、あの制定し、うん、実際できることをどういうことなのかということを考えていくのが本来の趣旨なので、うんうん、そうそうそう、本末転倒なんじゃないかなと思うんですよね。そうそうそう、だからその安全保障法制も僕はあの前回の番組で中岡さんとの話で言ったんですけど、あの中谷さんと森本元防衛大臣の NHK スペシャルを見たときに、はい、ああこれだったらその自衛隊があの海外に行って戦闘行為することはないんじゃないかなと僕は思ったんですけど、実際国会の議論に似てるからね、はいはい、それを見てその新聞で見てる内容と国会見てる内容とそのテレビ局で言うちょっと砕いた言い方を考えたらそう思ってたんですけど、今回 その中谷さんの発言とかを見てると、ね、憲法学者も違憲って言っちゃうしね、なんか本当にこれで大丈夫なのかなっていう気が、ま、なんかしてきましたよね。そうだからそこら辺の部分が本来的に重要で、しかも先ほども申し上げたように基本的には憲法は権力者を拘束するものだっても、うん、少なくとも近代憲法のあり方なので、うんうんうん、その議論をもともと自民党の憲法改正に関してもその議論は実は日本は踏襲する必要はないっていうようなことを言ってて、ある意味ではまあ整合性はあるんだけど、本当にその整合性が国際的な水準とかを見たときに、あと戦後70年の日本の歴史の中での日本国憲法の意味とかね、そういうな蓄積した歴史があるわけじゃないですか。そういうものをやっぱりそう簡単にですね、半年とか1年ぐらいの議論で変えていいものかっていうと、多分それは違うと思うんですよね。やっぱり社会とか国っていうのは過去と現在と未来がこうつながった中で考えていかなくちゃいけないので、あの安倍さんが言ってる部分が全くわからないわけではないけれども、やっぱもうちょっと議論をちゃんと精緻にやって、あの国民がそれにちゃんと歩調を合わせながら理解力がついてくるようにしなくちゃいけないと思うんですよ、うん、それからもう一つはあの、うん、国会審議の中でもこれは安倍さん最終的にはあの陳謝しましたけれども、うん、あの辻清美さんの国会質問に対して、うん、早く質問しろよとかね、うん、ああいうようなことはやっぱり基本的には、うん、あのやっちゃやっぱりいけないんだと思うんですよ、まあね、あの特に国民の理解を得たいんであれば、たとえ自分の政権なり、自分の政党の考えに反する意見でも極力、その、なんていうんですかね、理解を求める必要があるし、あと、まあ、これからまた議論が出てくると思うんですけれども、集団的自衛権の次に憲法改正の問題があるわけですよね。して安倍さんは憲法改正までおやりになりたいんであれば、その点も踏まえたらやっぱり今きちんと慎重に議論をして国民が理解した上でやっていくことが、最終的にはその憲法改正なんかもですね、まあできる道筋につながるんじゃないかなと思うんですけど、そこら辺がちょっとなんか若干その自己矛盾しちゃってるのかなという気がするんですよね。でもあの G7 の後の記者会見で、あのその違憲と言われてますがっていう記者からの質問に対して、安倍さんはいや違憲ではありませんっていうふうに説明してましたけどね。まあ、あの憲法学者が言ってることに必ずしも絶対従わなきゃいけないかっていうのは違うと思うんですが、
あの最終的には立法は立法府の方に、うん、あの渡されてる仕事なので、うんうん、ただその違憲なら違憲という意見も踏まえて、うん、立法府は判断をしなくちゃいけないのと、うんうんうん、今問題になっているのはまさに先ほど深川さんもおっしゃられたように憲法と、うん、あの法律とのこの、ね、なんつうんですかね、枠組みというか、うんうん、あのテリトリーをどこにするかっていうところなのに、うんうん、そこのファージーな部分を単に言葉でこうごまかしちゃうっていうようなことはぜひ絶対やっちゃいけないと思うんですよ、うんうん、なるほどね。して安倍政権は少なくとも自分が政権の間にはあのなんていうんですかね、次のステップにはいかないようなことを言ってるんですよ、うんうん、ただ法律なり憲法っていうのは、うんうん、今の政権のことだけではなくて、うん、政権というのは変わるわけですから、うん、次の政権になった時にもきちんとした、うんうん、あのなんていうんですかね、役割を果たしてくれるようなものにしとかなくちゃいけないんですけれども、うんうん、そこのところがちょっとこうなんていうんですかね、あの法治国家とか、うん、立憲主義っていうものに対する、うん、ちょっと軽い、うんうん、あの言動が目立ちすぎかなという気はしますけどね、うん、でもなんかあのそのね、その次の世代に渡すとか言うんですけど、あの宮沢さんが言ったのをコロッとひっくり返してる話も今出てるじゃないですか、はい、ああいうのを見てるとなんかね、要するに今 の, その安全保障状態が戦後の中で最悪と言われるぐらいに悪いと 僕も思っているの で,、まあでね、何らかの手を打たなきゃいけないんですけど、その法制化の時にあの国民にもうちょっとみんなが納得するようなです、ね、説明とか責任を果たさなきゃいけないですよね、だと思うんですよね。だその部分がちょっともうちょっと、うん、あの慎重にやっていただきたいなと思うんですね。繰り返しになりますけれども、うん、先ほど申し上げたようにもし集団的自衛権に関する法整備ができて、うん、自衛隊が海外に何らかの形で行った時に、うん、最悪の事態が起こって、うん、自衛隊員なんかが、うん、まあ、命を失うようなことがあった時にですね、うん、本当に今の政権がそれを持ちこたえられるのか、うんうんうん、で国民がちゃんとそれを、うん、受け止められるのかということが最後は問われる、要するに覚悟は問われる、うん、ということですよね。だけれどもその部分が十分じゃないんじゃないかなという気がするんですよね、うんうんうん、ちょっと皆さん読んでみましょうすいません、はいどうぞ、始まっていた鈴木先生こんにちは、深川さん富田君こんにちは、こんにちは、あれ今日はメガネしてないですね先生、してないですか、目が調子が悪いのでちょっと外してるんです。今日は先生がおしゃれになってる。あ、本当そうです、じゃあちょっと、ぶっちゃけ中谷さんってどこまで分かっているのか心配になる。そうでも防衛大臣優しいですからね。そうなんかね、詳しいのですよ、詳しいんですけど。オタクですか。まあ次です、まあ、そういう人は今いらっしゃいますよね、はい。二階さんの発言は国家の参考人はやらせでいいという自白だったあ、さっきの辻元さんね、あの時は辻元さんがずっと次郎を述べていたからな、ああいう発言はボディーブローのように聞いてくるんだよね、うん。安全保障の委員会ニコ生で見ていると安倍さんちょっといい気になっているよななるほど。だから昨年ぐらいから結構安倍さんのいろいろな言葉がちょっと問題になってきてると思うんですよね、うんうん。ああそうね、そうね、はあ、うん、それにあんまり今日は時間をあの使ってるあれはないと思うんですが、だからそこら辺もちょっと本当にあのせっかくうまくですね、うん、経済も比較的うまく回ってたり、うん、後でお話しする外交の方もですね、うん、まあそれなりにですね、うん、対中国とかなんかに対して、うん、あの安倍さんなりに努力してる面が非常にあると思うんですよ、うん、だからそういうことを考えると、うん、まあだからこそ慎重にですね、うん、やっていただきたいなと思うんですよね。その詳しいんですけど点点点その後が聞きたい笑い、これはですね僕の主観なんですけど、政治家の方って勉強会とかあと役人からよくレクチャー受けるじゃないですか。でレクチャー受けたのを普通は噛み砕く、自分の言葉にする、うん、そう言うんですけど、でそれでたまにそのレクチャーされたことを少し間違って言っちゃったりとかレクチャーの内容が抜けてたりとか、そういう政治家っていっぱい見てきたんですけど、中谷さんってそこら辺があんまりないんですよね。そのままぴったりなんですよ。だけど逆に言うと あの髪見たなこの人っていうのがなんとなく見える。
まあ、あの官僚からすると使いやすい、頭が良くて使いやすい、あの政治家ってことなんですよね、うん、そうそう、でだからこの間の発言で新聞とかいろんなところ論評されてるけど、その法案にどうあの憲法を適用させるかって言ったのは、うん、多分誰かが言ったと思う、勉強会かなんか、うん、なるほど、でそれ言ったよと、それに似たようなこと言って、まあ、これ推論だからそれ言っちゃいけない議論で、ね、言っちゃいけない話ですね、そうですね、すいません、それだけ、いやいやいや、深川さん言っちゃいけないんじゃなくて、中谷さんが言っちゃいけない、政治家としては絶対言っちゃいけない、本心はともかく言っちゃいけない議論だと思います、ね、うん、これ僕の推論ですから、ちなみに皆さん、今のは僕推論ですから、ね、シーレイに対する危機感はないの、シーレイ、シーレイもだから今日はその記事の中で出てくる話だと思うんですよ、はい、ですね、海峡です、南シナ南沙のやつと南沙の問題とか、うん、とあと、ちょっと待ってください、忘れちゃった、あとインド、あこれだ、ホルムズ海峡、ホルムズ海峡、ホルムズ海峡の機雷除去のみを、一応安保法案を想定していると首相、あ総理が発言したとね、うん、だから危機感はあります、あるんですが、うん、防衛大臣はみんながなるのを避けたいという印象です。あでも防衛、ね、名誉ある お職業、名誉ある役職ですよね、防衛大臣。まあそうですね。鈴木さんもしなっていったらやりますか。いえいえ、私はやらないです。森本さんはやりましたよ。いや森本さんはだって昔からご専門ですから。そうですよね。はい、はい、原油の調達先がなんとかならんかなって、そうなんですよね、まあ、まあそうですね、うん、まあいいです、はい、まあだからとでも自然、そうだ、それと再生エネルギーの問題とかも含めてちゃんと、それここまでも18分なんですけど、その18歳の選挙の話で、あの来年の参議院選にそれが適用されるとしたら、今こういうのが動いてるじゃないですか、はい、この影響を受けてなんか選挙動向変わりますよね、18歳まで広がったら。まあ、280万人ぐらい の、うんうん、あの新しい有権者が増えるんですが、少なくとも最初は投票に行くんじゃないかなと思うんですよね、うんうん、だからそれはあの各政党も若い人をどうやって取り込むかということは、うん、あ自民党は動いてるみたいですね、ということで、ただあれですよ、本当のこと言うと、そこの選挙権を与えられた人たちと先ほどの集団的自衛権なり、うん、あとまあ自衛隊員の問題とかも実は連動していく話だと思うんですよね、ある意味で権利を与えるっていうことだから、義務を今度は果たせっていう話になりかねないので、あの今後そこら辺もして、あの国際的な歴史を見るとですね、基本的には例えばあの若い世代に投票権が与えられた時っていうのはやっぱり総力戦になって、みんなが軍隊に入るような徴兵制が行われることと連動して行われていくわけですよ、まあ、今回はそこの議論はあんまりは出てないですけれども、タイミング的に言うとなんかすごく、まあ、我々の方も18歳選挙権の引き下げ言ってきてるんだけれども、まだまだ割と上の方が主導的にやってきたのは現実なんですよ、今回の18歳選挙権引き下げって、まあ、若い人で何人かの人で活躍して、あの呼びかけした人はいるんですけど、まあ、全体がそうかというとそうでもないんですよね、そこら辺がだからちょっと上の方の思惑というのが実はあるのかなという気がしなくはないんですよね、あの選挙に行くのはこんな感じで、その人間はどういうあの政治思想を持っている分布があるとかってデータとかありますもんね、ありますよ、全部プロファイルした、まあ、ただあの、やっぱり今のままの日本でいいわけではないのと、あと先ほど申し上げましたように高齢者が増えている中で、あのシルバーデモクラシーって言われるように、あの上の世代に非常に有利で若い世代に不利ないろいろな政策が作られちゃってるので、それを変えるっていう意味ではいいことだと思うんですよ、今回の選挙権年齢引き下げは、まあ、あのやっぱり絶えず新しいこう試みをやって日本をこう社会の変化にこう適合していくっていう意味では、まあ一つの注目すべきことなんじゃないかなと思うんですよね、さっきの話の続きで、中谷元の答弁能力に不安あり、でそれに対して安定していて安全だろ失言ないしというのがありますね、で油の8割がホルムズ海峡を通るというのも偏りすぎですね、はい、リスクエッジからするとね、だからそこが封鎖されちゃったら入ってこないってことを意味するわけですからね、そうですね、もうちょっと日本もね、
エネルギー資源の確保の仕方を分散とかいろいろしないといけないですよね。ロシアのガスとかね、最初のあとあの原発も最初のことそれで言ってました。ロシアの件はまた後で出てきますけど、ね、教育の中立性がどう担保されるのか不安があり、あ、その問題もありますね、うん、あの今回の選挙権年齢引き下げに関してやっぱり政治教育の問題とかも出てくる、うんうんうん、してもともとなんで選挙権年齢引き下げが行われにくかったかというと、うん、まあ、戦後のいろいろな状況の中で特定の方向性のある教員や何かがいたっていうことで非常に保守政党は反対してきたんですよね。なるほど。ね、さっきの今さら徴兵はてな、現代性に徴兵制の必要はないんだけどね。徴兵制はないんですけど、よくアメリカなんかでもアメリカも徴兵制ないんですけど、何が起こるかというと結局貧しい家の子に軍隊に入れば大学に行けますよとか、うん、そういうことで入れるわけですよ、うん、だから本来望んでない人たちをこう、うん、その軍隊に入れるようなことは日本でも多分今ご存知のように子どもの貧困の問題とかですね、うん、起きてきてるので、うん、そういう方向に行くのかなと。でこの間あの官僚の人に話したら、うん、今の日本の財政状況の中では徴兵制は無理だろうと、うんうん、ということは徴兵制はないんだろうけど、うん、結局はある特定の、うん、階層の人たちに、うん、そうなんていうんですかね、釜をかけて、うん、こう通ってくるようなことが起きかねないというのを辻さん危惧しているということですね、うん、はあ、なるほど。その続き、現代戦に、徴兵戦必要はないんだけどさすがに総力戦になるような戦争にならないでしょう、まあね、一般人は使えないだろう現代戦は、総力戦になった時点で負けだよね、そうそう総力戦になった時点で負けだな、若者を指導者教育してその親世代を逆に選挙に引き込んでほしい。面白いね。それはあると思うんですよ。だから今回、うん、あの18歳の人がですね、選挙区が当たられて選挙に行くときに、うん、お父さんとかお母さんに、うん、パパとママ、うん、誰に投票するのとか、うん、いろいろ議論をすると思うんですよね、うん、そうすると親もちゃんと答えなくちゃいけないような状況が起きてくるので、うん、あの親に対する影響も出てくるのかなと思って、うん、そういう意味では18歳っていうのはまだ高校生ぐらいなので、うんうんうん、家にいるわけですよ基本的には、うんうんうん、だから周りの影響が生まれてくるのかなっていうんで、うんうんね、いいと思うんですよね、うん、ロシアからのパイパイの話はどうなったんだろうね、引き下げは反対でした、軍隊を職業訓練と位置づけるならありかも、6分の1が貧困家庭だというしその心配はなくはない、うん、そんな子供は使えないよ、訓練もできないよ、いや自衛隊でも昔自衛隊に入れば大型特殊免許まで取れるよって言われたこともあるよ、ね、僕も自衛隊もだから地方の割とそんなに裕福じゃない子とか、うん、次男とか三男坊で優秀な子をお互いして入れたんですよね、うんうん、ただ今回は本当に下手すると地方、うん、あの海外に行って、うん、まあ、戦闘地域に行くわけですよ、うん、あのまあ、後方支援とはいえ、うんうんうん、だから戦後のいわゆる自衛隊の状況とはだいぶ変わってくるわけですよね、うん、そうですよね、そうですね、そうですね、はい、ということでここまで25分もかかってしまいました。ということで、この番組は1週間の政治経済ニュースを振り返ります。ですね、番組で扱うニュースの全部の記事がブログにアップされています。番組では皆様のご意見ご質問等を取り上げますので全記事ブログを参考にしてみてください。それでは富田君からのお知らせです。ニコ生でご視聴中の皆さん、番組を今後より多くの方に見ていただくためにタイムシフトの申請をお願いします。申請が多いと未来の注目番組に掲載されやすくなりますので申請をお願いいたします。また Facebook や Twitter での番組拡散もお願いいたします。生はニコ生メインで放送しますが、アーカイブはニコ生に加えより高画質で見たい方のために YouTube にも掲載しております。視聴者を増やすことを願っておりますので皆様ご協力お願いいたします。お、富田君もおしゃれになってる。お、富田君頑張、イケメンのワンオーペー頑張れ富田君。出ました出ました、さすが恒例売れっ子、売れっ子人気だ。そういうことでじゃあ行きましょう。はい、では1週間のニュース振り返りです。
安倍総理とフィリピンのアキノ大統領は4日、迎賓館で首脳会談を行いました。その中で安倍総理は、アジアの安全保障環境が厳しさを増す中、フィリピンとの安保協力を強化していきたいと述べました。そして災害救援や海洋安全保障分野での防衛協力を推進するため、防衛装備移転に関する協定の締結交渉を開始することで一致しました。また安倍総理はフィリピン沿岸警備隊が調達する巡視艇10隻のフィリピン政府と日本企業の建造調印を歓迎しつつ、海洋領域認識能力のさらなる強化に向けて協議を強化したいと述べ、引き続き協力を行っていくことで一致しました。また南シナ海情勢について安倍総理は、南シナ海における大規模な埋め立てや拠点構築等の一方的な現状変更につき、深刻な懸念をフィリピンと共有し、各国と連携して法の支配の実現に向けて共に協力していくとともに、フィリピンの仲裁手続きの活用を支持すると述べました。いや、これね、フィリピンとその防衛協力を図るって言っていう話なんですけど、はい、僕びっくりしたのは、防衛装備移転に関する協定の締結交渉を開始する、で、すでに警備艇10隻は日本企業が作ることで、もう署名式を4日にやったみたいですね。で、やってると、でそれは全部南シナ海、中国を、気にしていると。そうですね。うん、あと、マレーシアとか、インドネシアとかにも警備艇日本送ってるんですよね、上げてるんですよね。はい、そうです、そうです、うん、そうです。あと、まあ、これはだから安倍さんが第二次安倍政権になってですね、昨年の時点で、武器輸出三原則を撤廃して、目的外使用がない一定条件を満たす国に関しては武器輸出ができるようにするっていうことの流れだと思うんですね。すでにアメリカとかイギリスとかフランスとかオーストラリアとこの協定を結んでるんですよ。で、今回フィリピンともこの協定を結ぼうということをやって、オーストラリアはね、早かったですよ、ということですよね。で、まあ、多分これは日本的に考えると、多分中国やなんか、特に尖閣列島やなんかのことを意識して周りにこう包囲網を作っていこうっていうことなんだと思うんですよね。だからこ の, 防衛装備移転に関する協定っていうのはあれですよね、武器輸出新三原則、ね、そうです、そうです、そうです、そういうことだと思うんですよね。どうのかね。して先ほど深川さんもおっしゃったように、都内今月の4日にですね、都内で日本の造船会社 と、巡視艇10隻の建造を進める、署名式っていうものを、行われて、秋の大統領が出席したんですけれども、もともとなんか聞いたところによるとですね、フィリピンっていうのは海軍が手薄なんです。どうしてかというと、国内のイスラム系の武装勢力とか左翼勢力がいて、それを鎮圧する方にこうエネルギーが内乱みたいな感じですよね。ところが今度は中国がああいう感じで、南沙のところを出てきて、自分たちのこれは領土だっていうようなことを言ってて、ことが起こってる中で、ちょっと近いですからね、逆に日本によりも、フィリピンをはじめ東南アジアっていうのは非常にこう危機意識を持っているっていうことで、フィリピンからすると日本とこういうのをやることによって、して最後にアメリカが後ろにいますから、非常にこう、なんていうかな、中国に対するカウンターになるし、日本からすると、中国に対する、カウンターとして、フィリピンはじめ東南アジア、先ほど深川さんおっしゃったマレーシアとかいくつかの国とやってるっていうこととこう連動してるんですよね。そうマラカ海峡ね、だからほらフィリピンの、フィリピンにアメリカ軍が駐留しているときは中国は出てこなかったんだけど、だからそれでフィリピンは海軍力つけなくても済んだわけですよね。ところが今はそういうことではなく、自分でやらなきゃいけなくなっちゃって、どうしようかなって言って、でその前からマラッカ海峡を守るためにマレーシアとインドネシアは日本に対してアプローチしてきたんですよね。でその時に日本は海上自衛隊をマラッカ海峡に派遣できないので、海上自衛隊を送ったりとか、そこで共同で安全、その海の安全を守る、なんですかね、座談会のようなをやってたんですよ。でそこでそれがだんだん進化していって、で今ようになってきて、で今度はオーストラリアが親日の、首相に変わったので、ね、防衛協力とかを結んで、日本の NSC の会議にも出てもらったりとか、ね、あと潜水艦に関する技術を一緒にやりましょうっつって、だからあの辺に日本製の潜水艦が並ぶ可能性があるんですよ。そうですね、だからまさにフィリピンとすればですね、自衛隊のプレゼンスを意識してて、まあ、すでにですね、5月には南シナ海で海上自衛隊とフィリピン海軍が共同訓練を実施してるんですよね。あして、まあ、それ
はそのどういう一環でやられてるかっていうと、うんうん、あの防衛庁とすればですね、うん、防衛省とすると能力構築支援をしようとしててですね、うんうん、あのフィリピンの防衛省、うん、防衛省と日本の防衛省で、うんうん、あのまあ、相互交流なんかもずっとやってて、そういうような一環ですよね、まさに。して、まあ、いろいろなこう多重的な防衛協力をすることによって、まさに対中国に対するあれをやってるのかなという気がしますね。で、他方ですね、アメリカも、艦艇とか哨戒機を南シナ海での警戒とかなんかをあの活発化させてる動きもあるみたいですよ。そうそうそう、でね、アメリカのね、あれこれ浜井さんが言ってたのかな、あのね、南シナ海、あの南沙の、島あるんじゃないですか、埋め立てる、うん、あそこのそばにあのそうなんか入れ巡視船かなんかアメリカ入れてどういう対応するのか見るとか、そうですね、いう噂流れてますよね。して、あとこれも、ま、何回か出させていただいてお話したように、うん、あの中国の、ケリー国防長官とかが割と東南アジアとかも回ってんですよね、ベトナムとかインドとかああいうところ、そういうのも全部連動してますよね。そうそうそう、今連動してます、本当してますよね。だからまさにそういう意味では、まあ、いろいろ考え方はあるんだけれども、まあ、安倍さんの動きも非常にそういう全体のなんか戦略の中で動いてるなっていう図式が見えてくるんですよね、うんうん、そうですよね、まあ、どこが本当の司令塔なのかちょっと多分アメリカがかなり考えてると思うんですけども、うん、だけど、うん、そうね、そうかもね、うん、まあ、そこは分かんないですね、まあ、日本でも独自だけでやれるわけじゃないね、特に自衛隊に関しては。でも、俺だからそのオファーが来たのが2000年頃なんですよ、ね、マレーシアとかマラカ海峡の関係する国からね、はいはい、その時に動いたのがその自衛隊は動けないから、あの海上保安庁で行きましょうっていう話、軍隊じゃないからね、その時に当然アメリカのその意向はお伺いしたのかもしれないですけど、その噂は聞かなかったですよ。あ、そうですか、うん、まあでも言ってないってことはありえないですね。ありえないですよね、それはない。少なくとも軍事的なことに関して日本が勝手に動けるような状況っていうのは多分存在しないと思うので、うんうん、だけうんそうね、うん、だけどあの時はなんかでも僕はねびっくりした覚えがあるんですよ。わあすげえな、行くのか、いよいよ。それとあれですよね、アメリカからするとやっぱり今要するに軍事負担がすごいので、うん、肩代わりを日本にさせたいっていう意識があるわけじゃないですか。それもあるんですけど、だから、みんなそれ言うじゃないですか、うん、だけど僕ある情報筋によると、うん、中国の海軍力が相当上がるらしいんですよ、うん、あと2年ああそれは言われてますね、うん、だもんだから確かに、うん、はい、その要するに日米の共同海軍というか海軍と自衛隊ではダメなのかもしれないので、もう周りをどんどん巻き込んでね、うん、そうちゅうのが今言われてますよね、まあ、特にやっぱりアメリカからすると特に海軍ってやっぱり場所が遠いわけじゃないですか、うん、当然東南アジア自身とか日本とかで守ってもらわないとやっぱりダメなんですよね。そうだからさっきのシーレーンってあったけど、うん、そのマラカ海峡もね昔はシーレーンで大事だっつってたわけじゃないですか。これもいっぱい来てます。トメさん、じゃあトメさん紹介してください。はい、読みます。つい何年か前までなんとかバランス取れていたのにな、あっという間だったな南沙問題、うん、そうですね、うん、まあ、中国がかなり積極的に出てきてる。だって軍事目的だっつってんでしょ、埋め立てもはっきり言っちゃってる。 G7 でも取り上げられてるんですよね、うん、だからそういう意味ではちょっと状況が変わってきて、これはあの数年前からまさに軍事的な、うん、あの予算も含めて、うん、中国のなんていうかあれが変わりましたよね。経済力が大きくなってその次のステップがもう完全に見えてきてるんですよね、うんうん、中国の軍事的なミリタリーに対する、うん、その社会国際社会における存在感を、うん、こうビジブルに見せてきてるなっていうのはすごい実感しますよね、この数年で、うん、ですよね、でそれをまさに日本だけではなくて東南アジアも含めてまたアメリカも含めて、うん、まあ、自分たちのそんな軍事予算を猛烈にはもう増やせない状況があるわけじゃないですか、うんうん、そういう中でどうするかっていうことの表れなんだと思うんですよね、うん、今回のこの日本とフィリピンの件も。そうですよね、うん、はい、伊藤さんどうぞ。はい、次読みます。戦後日本とフィリピンの和解の経緯も話されたのはもっと知られてもいいのに。ああ、そうね。
はい、はい、東南アジアって武器を持ち込みすぎるといろいろ心配、持ちすぎるといろいろ心配、クーデターとかでも実際フィリピンの、クーデターというか独立運動があって、ありますあります、はい、それは今マレーシアで調停されていて、このにあの日本フィリピン首脳会談でも一応それ議題に上ってるんですよね。はい、どうぞ。はい、南シナ海が片付いたら次は東シナ海に中国が注力するのを抑止したいんだろうね。東シナ海、うん、だからあれですよね、尖閣ですよね。ですね、うん、はい、どうぞ、はい、アメリカを追い出したフィリピン、うん、スービック海軍基地、クラーク空軍基地、うん、潜水艦輸出は反対、うん、あ、そう、潜水艦をそのまんま一石ごそっとやるっていうわけではなくて、うん、スクリューだったかなかなんかに関しての共同開発研究、研究、うん、という名のもとにいろいろ潜水艦技術の相互交流ですよね。はい、さすがに送流型は輸出しないだろう。そうそう、あのなんだっけ、非原子力潜水艦の中では日本の潜水艦って相当いいらしいですからね。あ、なるほど。輸出するとしたら劣化版で、安倍さんの戦略は素晴らしいこれは面白いな。これただあれでしょ、これ日本ってオーストラリアと新型潜水艦の共同開発の技術共有とか言ってんですよ。そう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 、はい、どうぞ。はい、読みます。最初からアメリカの意向を受けていたからってことはない。その最初からアメリカの意向を受けていたらってことはないかと。うん、うん、まあそれは分かんないですよね、うん、ああそっかそっか、最初から、あ、さっきのあの話ね、うん、マラカ海峡の話ですね、うん、そうそう、ああ打診を最初にアメリカにしたとか、でマレーシア、インドネシアがするとは思えないですね。まあそうですね、日本、うん、まあそうですね、うん、はい、どうぞ、トリさん、あ、うん、大丈夫ですか。フィリピンへの防衛装備品の供与も海沿岸警備隊、アメリカは軍事予算も削減しているし、そうそうそう、さっきの弱くなってるって話ですよね。とスターリングエンジンの技術とか、なんすか、 X カジ X だの技術を出すのかな、うん、あと親中派のラッド政権を考えれば怖いよ。皆様詳しいっすね詳しいですね。スターリングエッジの技術、なるほど、すごいね、すごい、なんか、うん、まあなんかあのいろいろ潜水艦はね、だから持っている数も多いんですよね、日本でね今。ああ、なるほど、うんうん、ということで、ということでこのニュースは後の G7 にも関連してくるので、また G7 の方でも詳しくやります。だから次に行かせてください。観光立国推進閣僚会議が5日総理官邸で開かれ、観光立国実現に向けたアクションプログラム2015について意見交換が行われました。意見交換後、総理は次のように述べました。訪日外国人旅行者は昨年までの2年間で500万人増え、年間1300万人を超えました。今年に入ってからも前年比で4割以上増えています。全国津々浦々に観光客を呼び込むため、本日アクションプログラムを決定しました。その中で来たるべき2000万人時代を万全の備えで迎えるため、 CIQ、 これは税関出入国管理検疫のことなんですが、 CIQ の体制を強化します。また商店街などの免税店化を進め、現在6000店余りの地方部の免税店を2020年に2万店規模に拡大します。さらに観光の稼ぐ力を高め、昨年2兆円だった外国人観光客の消費額を訪日2000万人の年に4兆円に倍増いたします。4兆円、景気がいい話ですよね景気がいい話、これを聞いてると、でもね、これね、これ韓国と中国のお客さんが多いんですよね。そうです、ほとんどやっぱり韓国、2位中国、まあ漢字圏が基本的には多い、ね、まあ、元々ご存知のように小泉政権の時に割と、
クールジャパンとかビジットジャパン、ビジットジャパンとかっていうのを始め、それが2003年の時なんですけれども、その後観光立国推進基本法とかですね、観光立国推進基本計画を閣議決定するとか等々があって、あとご存知のようにあの観光庁、観光庁を作った、あの2008年に作ったり、その後2009年になると中国観光、個人観光ビザ開始、まあ、これはまさに今の中国人の日本での爆買いとかなんかにつながってるんですけど、今は緩和になったんですよ、それ、そうですね、はい、はい、ことになったりして、ご存知のように2013年に1000万人を超えたんですね。それが先ほど2014年に、まあ、1300万人ですか、を超えたっていうことにつながっていくんですね、だからまあ日本の、まあ、この十数年にわたる、まあ、努力の結果でなんとなく観光のことが非常にこう重要なファクターになってきていると、して、まあ、それがなぜこの1000万人を、まあ、2013年に変えたかというと、3つぐらいの大きな要因があって、1つ目は、まあ、先ほども出ましたように観光ビザを緩和してきている、まあ、中国をはじめですね、あといくつかタイとかベトナムとかそういうところとの観光ビザを非常にこう簡単に取れるようにしているということと、あと LCC、 あのローコストキャリア、要するに安い航空券が買えるようになってきていることとか、あと第二次安倍政権ができて円安になったわけですね。それがやっぱり非常に追い風になって、今回のような1000万人を超えているような状況が生まれてきていると、してただし、その1000万人を超えたとは言ってもですね、実はあの世界中の国々を比べた時の外国人あの観光客の数からするとですね、非常に日本はまだまだで、1位はフランスなんですが、8000万人ぐらいを超えてるわけですね、で2位がアメリカで、これも6700万人ぐらい超えてるわけですね、で日本は少なくとも2013年の時点では、ごめんなさい、2012年の時点ではまだ836万人だったんですね、して、まあ、先ほど申し上げたように2013年で1000万人を超えるんですが、2012年の836万人の時点では33位なんですよ、して1000万人を超えた時点では多分30位以内に27位に入ったんですね、で多分先ほども出た2000万人を超えると多分20位以内には入るかなという気が、あのね、これ2013年の統計なんですけど、あのね、2000万人超えるとメキシコが2420万人、その次がギリシャの1790万人、そこら辺ぐらいになるわけですね、ということですね。それからもう一点で付け替えれば、今1000万人を超えたところを今度2000万人にしようという話ですよね、ちなみにこの1000万人の、訪日外国人がもたらす経済効果っていうのは GDP で個人消費が 1% 程度上がることになるっていうことで、相当使うんですねっていうことですね。非常にあのもし本当にこう2000万人これからそれ以上になれば、まあ、非常にいいことですね。して、まあ、太田厚労大臣は、その2000万人を超える年っていうのはもともと2020年を目標にしてたんですが、それよりも前倒しになるだろうと言われてるんですよ。確かになりそうですよね。で今のところ言うと多分そうですね、もうそんなに遠からずなるんじゃないかなというふうに言われてるんですね。それを実現すべく先ほどその深川さんがご説明になられたアクションプランっていうのがあって、大きく分けると確かですね6つぐらいの話があるらしいんですよ。で1つ目が海外からの客を取り込むですね、インバウンド新時代に向けた戦略的取り組みということで、日中間3カ国の域内共通航空パスとか船のクルーズ観光の活性化とかですね、域内共通鉄道パスを作るとかですね、日中間それからあの観光関係の外国団体と民間企業との連携による地方観光情報とか乗車券チケット等 のワンストップでできるようにするとかですね、そういうのがまず1点だったり、あと若い世代を読み込むことをやろうとしてるわけです。それから2点目は、観光旅行消費の一層の拡大ということで、より今日キャッシュレスでできるようにするとか、あと地域限定の旅行業の必要要件を見直して、こう簡単にそういう旅行業界に入れるようにするとかですね、あと地域の旅のコンシェルジェをこう使って、よりこう何ですかね、
案内とかをうまくする話とかをやろうということを考えてるらしいですね、うん、あとこれからお話しするあの別 の, あのニュースにも関係するんですけども、うんはい、この観光を通じて、うん、あの日本全体だけではなくて地方にこう観光客を呼び込んで、うん、地域活性化ということも考えているらしいと、うんうん、でそのための地域ガイド制度を設ける話とかですね、うん、いろいろ考えてるらしいですね。それから地域ごとで航空券とかバスとか旅行会社とか航空会社がうまく連動するような協議会を設けることとかもやって全体をうまくまとめようという話らしいですね。それから4番目は、うんまあ、いっぱい来てもらってもその人たちが泊まって、うん、お金を落としてくれなくちゃいけないので、うん、そういうためにですね、まあ、ゲストハウスなんかの、うん活用だったりそれから民間 の,、うん、民宿なんか の,、うん、特例今まで泊まれなかったようなところも泊まれるようにするとかですね、うんうんうん、そういうようなことも考えてるらしいです、うん、それからさらに、はい外国人のビジネス客 の, の積極的な、うん、取り組みのためにですね、うん、マイスっていう、うん考え方があるんですが、うん、マイスというのは何を言ってるかというと、うん、ミーティング、うん要するに会議とかセミナーとかですね、うん、あとインセンティブツアーっていう報告あ報奨旅行、うん、それから、コンファレンスとか、うんうんはいコンベンションのような大会とか、うん、学会国際会議とか、ね、国際会議、うん、あとエキシビジションという展示会ですね、うんうん、そういうようなものができる地方の都市を、うんうん、中規模のそういうものができるようなものを作ろうっていうこととか、うんうん、あと先日ですね、うん、中国の特定の会社がものすごく何万人自分たちの従業員全員をフランスと か, なんか連れてった話があったと思うんですけど、うんうんうん、ああいうような、うん、社員旅行みたいなものが、うん、まさにそうそうそう招待旅行みたいなものをですね、うん、中国とか韓国とかアメリカなんかからこう呼び込むため の,、うん、ことをやろうとしてたりですね、うん、あとご存知のように、うんまあ、2016年がリオデジャネイロのオリンピックがありますし、はいはいはい、2020年が東京オリンピックなんですが、はいはい、その後も見据えてちゃんとこう、まあ、観光が、うん、観光業がですね、うん、うまくいくようなことをが起こるようにいろいろな活動を取ろうっていうアクションプランなんです、うん、なるほどね、なんかでも今聞いたらすでに沖縄では全部やられてますよね。まあそうですね、うん、沖縄はそうですね、国際通り歩いてるとこうアロハ来たおばちゃんとかが日本語と英語で皆さんに話しかけて案内してくれて、ただ問題は、うん、沖縄なんかもそうなんですけども、うん、やっぱり海外に知られてないわけですよ沖縄。まだまだアメリカはちょっと知られてるかもしれないですけど、他の国々にしてやっぱり海外から来てもらった時に、うん、お金を一番落としてもらうために長期滞在なので、うん、そういうようなものをしてくれるような客、うん、っていうことはヨーロッパとか、うん、かなり遠いところから来る人ですよね、うん、でも近隣から来るとそんなに長くはいないですから、うん、そういうことを踏まえて、ね、いろいろな世界中のですね、うん、国々から来てもらうような、うん、仕組みとか、うん、情報発信とか、うん、そういうものも含めてしてきた時に、うん、本当にきちんと滞在できたりいろいろできるような仕組みをこう、まあ、まさに作っていこうってことだと思うんですよね、うん、でも考えたらこれ沖縄そのガイドもいるし、リゾートホテルもいっぱいあるし、あと宜野湾なんかのほらコンベンションセンターとか使って、はいありますね、さっきのマイスでしたっけ、はい、あれができるようにしてますもんね。あと日本の場合宿泊とかがやっぱり高いので、やっぱそれが結構ネックだと思うんですよね。あるこれは僕私じゃなくてある外人の人がつい最近観光業に出した本によると、うんうん、やっぱ日本だとすぐなんかホスピタリティとかおもてなしの話を言うんだけど、やっぱ宿泊料金とかそっちの方が重要なんじゃないかっていう話を言ってて、やっぱもうちょっと安くならないと我々日本人もなかなか国内旅行しない理由の一つってやっぱり高いことですね。下手すれば海外行った方が安いわけですよ。中国に行ったり韓国に行ったりベトナム行った方がそれは全然安いですですよね。だからそういうことも考えて、まあ料金の設定で要するにだっていっぱいこう来てくれて、ずっと一年中なんていうんですかね、観光客がいれば安い金額でも多分回るわけですよね。そこら辺も踏まえてこう対策を取っていく必要があると思うんですよ ね。僕 ね,今からねもう20年ぐらい前だったのかな、円高が進んでる時に、円高の影響で何が起こってるかっていうと、成田に着いた外国航空、飛行会社の人がパイロットとかスチュワーデスが、ね、
ホテルの中でご飯食べなくて成田の街に出てきて食べてんの、そっちの方が安いから、それを取材したことがあるんですよ。ね、でもね、ホテルの高くて食べられない、食べられない。香川さんの好きな CA にこうリサーチしたんですね。違う、取材で行かされてますよ。取材という名のちゃんとおじちゃんにも CA のインタビューしました。それはまあ体裁を整えなくちゃいけないですね。何を言おうとしているかが、はいはいはい、ということで富さん読んでください、どうぞ。はい、読みます、はい、中国人は金を使わないらしいね。今年は爆買いなんじゃない。今年は台湾は買ってると思うんですよ。ああ、ただ宿泊とか多分、あ、そういうことか、ああいう食べ物とかはそんなに使わないんじゃないですかね。はい、どうぞ、はい、今年は台湾客が1位じゃなかったって、いや、なんかね、さっきデータを見たら1位がこれね、2003年から2014年の2014年の1年間で来た人の総数なんですが、韓国が275万人、中国が240万人、あ、台湾は280万人で1位です。これはなんと上から下にこれ高順とか小順になってなかった。なるほど、なるほど、すいません、僕間違いです、この人正しいです、中国が1、あ、台湾が1位です、すいません、間違えました、台湾が1位です。はい、どうぞ、田中さん、はい、中国人観光客はみんなラオックスでお買い物です。そうです、銀座のラオックス、そう、すごいですよ、いつもあそこ通ると、そうそう、ものすごいバスが横付けされてて、ね、銀座すごいですね、昼間行くとね、はい、どうぞ、はい、マーズの放送をしないメディア、マーズの、はい、円安とビザ、はい、発給要件緩和がでかいね、うん、大きい大きい、うん、LCC、今日本も積極的に日本政府もそれをやってますから、また、うん、はい、マーズに言及しないのか、マーズ僕たちに言ってるんですね。うん、そうです、マーズは今、これからちょっとやばいですよね、うん、5人でしたっけ、そうそうそう、死亡された人がね、うんうん、で院内感染じゃない可能性が出てきちゃってるので、なんか、うん、人の行き来をしていて、その行き来の中で動いて、で中国に行った人がいて中国で隔離されてと、そういうことですよね。そうですね、うん、はい、はい、どうぞ。ヨーロッパ有利だよね、まとめて回れるから、神社とか油お稲荷さんは壊される、でもフランスは通過するだけでもカウントされるんじゃなかったっけ、うん、欧米から遠いのが痛い。 EU はほら今ね、ビザとかなんか的に言うと、一つの国に入っちゃえばもうあとは EU の中は簡単に行けるので、あれはすごくね、一つの国の中を移動しているような感じなので、全然違いますよね。あと通貨も、まあ、若干違う国もありますけど、うん、ユーロなの で、 そうですよ、ね、あれだと大きいと思いますよ、うん、帰る必要ないんだから、まあね、帰れば帰るほどだとお金って損していくので、そう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 、そうですよね、すごい大きいと思いますよ。はい、どうぞ、はい、読みます。今の場合になって観光地が対応できるんだろうか、だからそっちの問題はあるので、うん、先ほど申し上げたようないくつかの方策をこれから取っていこうと、うん、で特に少なくとも2020年までの東京オリンピックまではかなり上向きにいくと思うんですよね、うん、その後ちょっとどうなるかと思うんですけど、ね、まあ、少なくともその時までにできるだけこう日本って面白くていい国なんだって知ってもらって、うん、情報が外に出ていけば非常にいいのかなって思うんですけど ね、 その後もね、どうぞ、富田さん、はい、航空機に渡航手段が限られてるから空港のキャパがボトルネックになりそう。それもありますね。ただ使ってない地方航空、あの飛行場あるじゃないですか、いっぱい日本は、うん、あれうまく使うといいんじゃないですかね。そうそう、でそうするとほら今度あれですよ、そこに降りるから、その飛行ハブ空港みたいにして機材とか置いとけなくなっちゃう、それが問題なんですよね。はい、どうぞ、はい、それもいいけどリスク分散のためにも東アジア以外から呼び込む多角化に取り組んでほしい、うんうん、あと域内共通パスってこんだけ国同士でこじれているのに実現できるの、うん、でもこれってさ、面白い発想っていうか、面白いっていうのはあれなんですけど、あの人の行き来があるといろいろ起こるじゃないですか。例えば全ての崩壊とか、あれもほらゴルバチョフさんが自分のところの中を行き来していいよっつったら、みんなガン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 やっちゃって全て崩壊しちゃうわけですよ、うんうん、人の移動って仲良くなるとか、いろいろいろんなことが起こっていいですよね、本当にね。
情報も流れますから ね、うん、はいどうぞ、はい、日本の会議場はキャパが問題だ、世界最大の展示会場は反応場、広報が弱いかんな、うん、どう客単価を上げるかはもっと知恵を絞らないとね、うん、沖縄なんかはいいよね、英語も通じるし、うん、日本はスーパーリッチ向けが弱い、うん、それは確かに国内旅行が高い、うん、取材という名の CA とのおしゃべり。あのね、これ大変だったんだから、この人で 今言ってもいいけど、はいどうぞ、はいどうぞ、はい、はい、高級感を利用してブランド化という手もありそうだけどね、うん、すごい台湾1位、うん、銀座のアップルストアもほとんどアジア系の観光客ですね、7人になったって聞いた、うん、さっきのあれね、はい、マーズね、はい、サミットが伊勢志摩になったのはいい契機になるといいな、うん、まあ、それを目論んで安倍さんは選んだと思うんですけどね、もともと伊勢志摩は手を挙げてないんですよね、ギリギリで手を挙げたんですよね。あ、そうなんだ。そうですよ。逆にあの政府から声、あの三重県の鈴木知事に話を言って、うんうん、鈴木知事が安倍さんに、うん、今から応募してもいいですかねって言ったらいいよって言われたって聞いてますけど、激烈じゃんそれ、うん、ちゅうことっすよね。なるほど、伊勢志摩ね、この間行きましたけど、いいとこっすね。いいとこです ね、 ね、あと、まあ、あそこ安全保障上ほらなんで、賢島って道路が1本しかないから安全セキュリティ上いいとかそういうのもあると思うんですよね、うん、あと割とそのなんていうかな、うん、いいところだけども、あんまりその日本国内でも、うん、そんなにものすごく知られてないじゃないですか、まだまだ、うん、まあね、伊勢志摩って意外と行かないですよ、まあね、普通の人は、ね、最初からはそうですね、伊勢神宮とかは、まあ、行くけど、うんうん、そうね、だからそういう意味ではああいうところが、うん、ね、あの脚光を浴びるってことはいいんじゃないですかね、真珠ね、うん、あとあれね、松坂牛ね、そうそうそう、松坂牛です、松坂牛、うん、当初は軽井沢が有利だった、そうそう、軽井沢が最初はそうなんですね、うん、橋が日本で警備しやすいんだとか、赤服を世界になるほど、赤服事件がありましたね昔ね、うんうん、本当ですね、赤服ね、うん、はい、ということで皆さんよろしいでしょうか。それではいよいよ行きましょう、 G7 です。G7 主要7カ国首脳会議が7日8日の日程でドイツのマルールで開かれています。これ昨日会、一昨日会たのでこうなってます、すいません、報道によりますと7日外交政策をめぐる討議で安倍総理は中国による南シナ海での浅瀬埋め立てについて一方的な現状変更の試みを放置してはならないと指摘、各国の首脳も一方的な行為による現状変更に強く反対し、海洋の自由かつ円滑な利用の重要性を強調することなどで一致しました。またウクライナ情勢について各国の首脳は領土の一体性や政治的な独立、それに国際法を尊重することで一致しました。その上で停戦合意の完全な履行を要請するとともに、ロシア側が従わない場合ロシアに対する制裁を強化することもあり得るとの認識で一致しました。これ南シナ海埋め立てウクライナ情勢で一致って書いてあるんですけど、本当はこれあの中ロで話すとか、なんかね、なんかテーマは中ロとかにタイトルしようかなと思ったんですけど、本当中国とロシア、まあ、あと気候温暖化もね、盛り込まれてますけどね、気候温暖化とか実はあの、うん、メガ FTA、 ああそうそう、それも話されてますね、話されてて、 あとそれから、多国籍企業の税金の流れに対する対策をどうするかとかも実は重要なイシューなんだけれども、どうしても少なくとも中国とロシアが、うん、まあ、今回の影の主役と言われていますね。大きな、特に少なくとも今緊張関係が国際社会でも高まってきている状況の中なので、うんうん、そうですね、ということだと思うんですよね、うん、して ご存知のように昨年の、3月でしたっけ、ロシアがクリミアを編入して、もともとその時頃に、うん、ロシアのソチでサミット G8 をやる予定だったのが、それがポシャって先進国、あの要するに他の国々へ行かないということで、
ベルギーで G7 をやって、うん、それを受けた上での今年の G7 ですから。そうそうそう、だからロシアはいるんですよ。そうそう、あの形上はいないんだけどいるんですよ。あ、 G8 どういうこと。いやいや、本来は G8 じゃなくちゃいけないわけですよ。そう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 、それなのに今回も、うん、あの去年の影響でロシアは入れてないわけです、うん、そう G7 ね、 G7 なんです。 そうそうそう、それがまず1点と、はい、あと中国は先ほど、まあ、別の記事のところでお話ししたように、うん、まあ、あの特に南ス、あの南シナの問題で非常にこう日本、少なくとも日本とアメリカにとっては非常に重要な安全保障上の一周なので、うんうんうん、その2つが、うん、まあ、この話を持ってきてるんですよね。ところがいろいろ思惑があって、あのヨーロッパからするとご存知のようについ最近あの中国が提案してた AIIB、あのアジア、何でしたっけ、投資インフラ銀行、投資、インフラ投資インフラ銀行でしたっけ、はい、インフラ投資かなんか分かりませんが、投資銀、あ違う、という銀行があって、はい、それに、イギリスとフランスとドイツは参加を表明してるわけですよね、うん、あとイタリアもですね、うんうん、そうそうそう、イタリアもイタリアも表明してるわけですよね、というような状況があって思惑があるんですよね。だからそういう思惑があるから、うん、今回 の、 その最後の G7 の、うん、あの表明の中でも、うん、中国は名指しじゃないんですよね。そうそうそう、一枚岩じゃないんじゃないかって報道されてますよね。そうそう、だから G7 のうち4つね、イギリス、フランス、ドイツ、イタリアは AIIB に参加表明です、ね、で日本、アメリカ、カナダは入ってない、入ってない、うん、っていうようなことがあったり、うん、あとロシアも非常に、うん、まあ、影の主役なのか、本来はいるべきなのにいないという状況なのかということも含めて、うん、もうロシアも実は、うん、この3カ国の中で微妙な、うん、その思惑があるわけですよ。そう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 、ヨーロッパ側は、ヨーロッパ側とアメリカはあのロシア制裁をあの強化したりとか強く言うんだけれども、日本はあの日本はあのプーチンが今年中に来ていただいて、ね、北方領土があったのと、うん、あと今あの深川さんは、うん、あの欧米の話を言ったんだけれども、うん、アメリカは確かにロシアのあれに対して反対してますけど、うん、ヨーロッパは微妙なんですよ、うん、経済的ないろいろな関係がロシアと実はあったり、 あるからね、うん、あと、ガスとかあれの問題があったりして、うんうんうん、特にドイツとかは強くいない、ね、メルケルがもともとロシア語を話せるってこともあったりして、うん、この間の戦勝記念かなんかのイベントがあって、うんうん、欧米諸国は全部あの誘われてるんだけど行かなかったですね、うんうんうん、ドイツも行かなかったんだけど、うん、その確か数日後かなんかにメルケルは行って、うん、プーチンと、うん、あの戦没者慰霊の墓地かなんかにちゃんと2人でお前なんていうんですかね、うん、行ってんですよ、はい、っていう、うん、そういうなんていうか、うん、微妙な関係があるんですよ。あ、なるほどね。まあ、でもまあそれはそうだよね。だけども、うん、まあ、とりあえず欧米はロシアの今 の、 あのクリミアに対するそのやり方は非常にあのまずいということで、少なくとも停戦合意したものがちゃんと履行されない限りはあの今までの制裁を解除しないということを言って、ロシアの名前も挙げて今回 の、 あの G7 の宣言というかあれの中でも名指しで批判はしてるんですよ。ただ先ほど申し上げたようにその実態は微妙なあの違いがあるんですよ。そうですよね。だからそこら辺をいろいろ見なくちゃいけないという非常にこう面白いっていうか難しいっていうか、うん、してあともう一つは今回安倍さんはこの G7 のサミットに参加したわけですけど、その参加の前にウクライナに行って、うん、ウクライナの大統領と会ってるわけですよ、うん、はいはい、して多分これは私の勝手な推測なんですが、はい、あのウクライナのことっていうのは、うん、ヨーロッパとかからすれば、うん、あの欧米からすれば、うん、日本のまたではないわけですよね、うん、だけど、うん、その G7 の中で、うん、プレゼンスを見せるためには日本はちゃんとクリミアの問題とか、うん、ウクライナの問題にも気配りはあってちゃんと対応してるよっていうことを見せるために言ってんじゃないかなって気が非常にするんですよね。してそのウクライナに行った後にも、うん、その
停戦合意を守るっていうことに対して安倍さんは最後には、うん、ロシアも批判してる一方で、うん、ウクライナも守れって言って、うん、なんていうかやっぱりそれなりにやっぱりロシアにも目配りをして、うん、やっぱりできればプーチンと年内に会ってですね、うん、会談したい、ね、会談したいっていうそのなんていうかな、うん、そうだよね、微妙なこう感情が出てたのかなっていう気がするんですよね。だってそのロシアとの平和条約の締結へ向けた動きとか北方領土に関する何らかの進展があったりとかするとそら安倍さんのポイント高り、まあ、まあもう歴史には多分残ると思うんですがポイント分かりますよね、ポイント分かりますよね、うん、そうすると安保法制とか、憲法改正に弾みがつくってことになりますよね、まあ、そうじゃなくても先ほど話の別のところでも申し上げたように、うん、いろいろな疑義が国民の間でも高まってますから、うんうんうん、そういう時にそうじゃなくてちゃんと私は日本を、うん、日本という国を守るためにやってるってい う、 こうメッセージを出せますからね、うんうん、そうだよね、本当そうですよね。じゃあ富さんどうぞ、はい、読みましょう。読みます。ドイツの姿勢がもう一つはっきりしない気がする。対話のドアを閉じてしまうのもどうかと思う。インフラ投資銀行、だから欧米も対話に関しては続けなくちゃいけないってこと言ってますよね、うん、そう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 、だからそこもだから先ほど言ったように、うん、口では表面的にはロシアに対して制裁を続けちゃんとしろと、うん、停戦合意を守れということを言う一方で対話を続けるっていうことを言うことで、うん、やっぱこうなんていうかな微妙なところを見せるんですよね、うん、そこはアメリカとちょっと違うんですよね、うん、そうそうそう、だね、そうそうそう、だ今回、ね、当然な当たり前のことなんだけどヨーロッパアメリカってやっぱ違うよね。違うね、アメリカやっぱりヨーロッパの老化なんですよやっぱりどう考えても。あ、老化にね、うん、やっぱり老化ですよ、ね、口で言ってることとやってることと あれとか違うんだもん。下で手を握りながら蹴飛ばしてるような感じですからね。あ、なるほど、うん、はい、トミさんどうぞ。はい、読みます。EU は解体だよ、元から無理だった。日米カナダは不参加、うん、EU は漁夫の利狙いっぽい、うん、環太平洋の国とそうでない国との差だよな、うん、域外国は気楽なもんだよ、うん、ドイツフランス東ドイツの出身だし、うん、メルケルじゃドイツダメなんじゃね、うん、メルケルはポーランド系のドイツ人だって。もともとね、そうですね。あともう一点だけ言うべきことはあれですよね、はいはい、やっぱり繰り返しになりますけど、うん、もちろんその安全保障上重要ではあるんだけれども、うん、その中国の南沙における埋め立ての問題とか、うん、いろいろなこうなんていうか戦艦みたいなのがあそこら辺出してる話っていうのは、うん、ヨーロッパからすれば遠い話なんですよね。そう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 。して他方でやっぱり中国とは経済的に非常にこう連動していきたいわけですよ。そう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 。そういう思惑もあるんですよ。だからそれが先ほど言ったように中国の私で批判してないこととも繋がってるんだと思うんですよね、うん、そう実は、うん、だからそういう意味では今回の G7 のサミットっていうのはロシア参加しないけれどし、うん、中国も参加してないんだけれども、うんうん、そういうようなまさに国際的なその地殻変動が起こる中で、うん、あのこれまでの、うん、まあ、先進国と言われた、うん、欧米と日本が、うん、その変化する中で自分たちの思惑と、うん、その変化する中でどうやって自分たちのプレゼンスを守り有利にしながら、うん、動いたらいいかっていうようなところを見せてる動きなんじゃないかなと思うんですよね。前々回かなんか浜谷さんの時にですね、さっき水さんがおっしゃってたそのロシアの戦勝記念パレードの時に、欧米から誰も行かなかったのに、習近平さん、中国の習近平さんが行って、はいはい、ロシアと中国仲いいんじゃないかって話をして、その後にですね、今正確に見るために見たんですが、中国とロシアが地中海で合同軍事演習してるんですよ。海軍出してで 軍艦持ってってるんですよね、中国が。これでね、ヨーロッパは中国恐るべしになったらしいんですよ、動きとしては。
だから中国 と、今あのロシアは仲が良くて、でそのだからわざ、うんうん、そうですね、彼らからするとそういうことによって我々は自分たちのポジショニングをね、そう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 、あの誇示したいですからね。そうでそれであのヨーロッパはそもそもあの南沙とかね、南シナとか遠いところの話だと思ってたんだけども、地中海であの中国国旗ついた軍艦が売ってるわけですよ。それロシアと練習してるわけですよ。怖いですよね。それを見たヨーロッパの人はみんなびっくりしちゃったわけですよ。さすが中国ですよね。だから、うん、その辺中国、まあ、プロパガンダうまいよね本当ね。はい、富さんどうぞ。はい、ウクライナ、キエフとかいろいろ技術がある宇宙ね、どっちが利口を阻んでいるのか、拒んでいるのか、いまいちわからない、うん、曖昧な姿勢が一番世界の混沌につながると思う、うん、ロシアと対話するための他の G7 諸国に対してのアピール、うん、うまいよね、したたかになっているってことかな、うん、長期安定政権だからこそ外交に注力できる面はある。あ、これはそうですよね。それはあるですね、うん、安倍さんは少なくともかなり積極的にね、外交政策はやられてますよね、少なくともパフォーマンス的には。はい、どうぞ。はい、 G7 後の会見もプーチンと会いたいって一心だった気がする。そうはい、どうぞ。はい、外交は仲良くすることではなく国益をいかに勝ち取るかだから。そうですよ、そうですよ、外務省の偉い人に言われてるような気がします。はい、どうぞ。はい、日本の国益を考えたらウクライナは口を挟まない方が良くないだろうか。うーん、欧州にとって中国は でも多分欧米と一緒の歩調を取らないと他のところで味方してくれないですから、そうそう、だから多分そういうメッセージを出してるわけですよ、安倍さんとしては。いや、だから口を、うん、そうね、だからつぐんでるっていうのも良くないってことですか。言わざるを得ないと思うんですよ。なるほど、なるほど。でもね、ロシアに対して領土問題とかあるしね。ですよね。はい、どうぞ。欧州にとって中国は工場だし市場だからね、うん、遠く離れているがゆえに軍事リスクが低い割に、うん、経済の中国依存は強いからね、欧州は、うんうんうん、そうですよ。とりあえずウクライナはロシアにガス代を払おう。ウクライナは汚職とかもどうにかしないと、うん、その問題も言われてますね、うん、ウクライナ国内の構造改革が必要だってことで、うんうんうん、今回の G7 でも3カ国でも一致したっていう話が出てましたね、うんうん、はい、どうぞ。はい、読みます。中国とロシアは領土問題解決したからかな仲良くなったの、うん、中ロは一時的利害が一致しているだけで仲は悪い。そう共産国は、うん、もともとずっとね、打ち出馬する運命、共産主義の主導権話をしてたわけですからね、うんうん、共産国は打ち出馬する運命。はい、富さんどうぞ。はい、欧米との協調ならば中国にも経済政権を貸して制裁、ごめんなさい、経済制裁を貸しても良いのではないだろうか。うん、なるほどね。まあ、だからまあまさにこれ総ごとですからね。まあね、して軽装ごとと言いながら、まあ、あくまでもこうジャブを効かせてできるだけ相手を抑止しながら、うん、自分にとって有利なことをどうやって引き出すかっていうこと、うん、本音と建前をこう、うん、どの国も別々に持ってますから、うん、それがすごくだから面白いって言えば面白いですよ、うん、そういうのを考え出すと。そうね、うん、パズルですよね、うんうん、はい、ということで、皆さんいかがだったでしょうか。そうそう、あの中国に経済制裁をしたら自分たちの首を絞めることになるよ。そっちの問題もあるんで、うん、もうそのぐらい あの影響力が中国って出てきちゃってるので、ね、単にこう意地悪したりあれするだけでいいかっていうとそうでもないんですよ ね、うん、それで現実に中国経済がこけたらもう世界中こけますから。そうだよね、本当ですよ、本当ですよ。そう、ロシアがあのガスひねって止めたり開いたりしてるぐらいの話じゃないですもんね。全然違う。じゃあ、ということで以上ニュース振り返りでした。AW 通信社では日々の活動を Facebook で掲載しております。この AW ニュースウィークリーはもとよりランチブログや
収録配信等の情報を掲載しておりますので Facebook もご確認ください。そうだ今からピックアップだった、みんな忘れてる、もうみんなもう終わりだと思っていた、時間が長いから始まりの時間が長かったんで、そう最初の、はい、じゃあ加賀さんが巻くんじゃない、伸ばすんだもん、じゃああれ重要じゃないですか、だってあれ重要ですよ、あの2つの話って。まあはい、そういうことで、日本創生会議地方移住を考える、ちょ、これ日本創生会議 これ間違ってます、どこそこで間違ってます、すいません、日本創生会議というところが提案したものです。首都圏の、高齢者70後期高齢者75歳以上を地方に移住させたらどうかということですよね、うん、そうですね、はいはい、まさにあの首都圏東京神奈川千葉埼玉 の、うん、その介護に必要な需要っていうものが、うん、その全国平均を上回るということで、うん、その首都圏にいる高齢者を地方に移住させることによって、うん、他の、 あの介護余力のあるところでですね、うんうん、対応してもらおうっていう、うん、あの考え方なんですよね、うんうん、まあ、あの発想としては非常に面白いっていうか、あれですけど、ただ日本はやっぱり民主主義っていうか自由主義の国なので、果たしてそのこうした方がいいっていうその頭で机上の空論で考えたのでうまくいくかどうかっていう問題あると思うんですよね、うん、まあね、うん、命令じゃ、命令だったらその大問題なわけじゃないですか、命令はできないですから、うん、日本の場合だから、あのその次にあるのはあのなんだっけ、税金的に優位に働けます、そうですね、働きますよ、あの、うん、とか補助金を出すとか、うん、そうそうそう、誘導するしかないでしょうね、ですよね、うん、ただ他方で現実にもそのまさにこの日本創生会議が言ってるように、うん、近い将来あと10年後ぐらいで、うん、東京近辺首都圏における介護の供給能力が足りなくなるのは多分事実なんでしょうから、まあ、そうすると東京には住めない人たちは当然地方に行った方が安いっていうことで行く可能性はなくはない、うん、なくはない、なくはない、うん、なくはない、ただそう簡単に行くかどうかっていう問題、少なくともただこういうような問題があるっていうことを社会に問題提起したこと自体は意味あると思うんですよ、うん、そうね、あの前回は消滅都市だったですもんね、そうですね、あのこの日本創生会議は、うん、昨年800ぐらいの、うん、あの地方都市がなくなるということを言って、うん、これがまた衝撃的だったんですけども、うん、増田さんですよ、ね、増田さん同じさ、うん、元あの総務大臣をやられた、宮城県知事、宮城県知事もやって総務大臣もやられた人で、つい最近はなんか地方創生会議、あ、影の地方創生担当大臣とか、担当大臣じゃないかって言われるようなこともなんか言われてて、僕石破さんと増田さんの対談番組撮りましたよ。あ、そうなんですか。あ、それはすごいですね。地方創生で、してなんかよくよく見ていくと、これはあの日本創生会議っていうのは日本生産性本部の中にある有識者の会議なんですよ、うん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 、してまあ増田さんとか、うん、あと元大臣やられた太田博子さんとか、うん、連合の古賀さんとかですね、日本 IBM の椎名さんとか、そういうようなそうそうたる人、 あとローソンの新浪さんとかですね、そういう人たちがメンバーなんですけれども、うんうんうん、このあの日本創生会議が言っている地方移住の件っていうのは、うん、実は内閣官房でやってる地方に人をこう特にある程度年齢のいった人やなんかを移動させるっていう話と連動してることなんですよね。だからまあ実はつながってる可能性もなくないのかなっていう気がするんですよね。なんとも言えないですけど、偶然なのか、まあそれしか方策がないからたまたまなったのか分かんないんですけど、どちらかというとその日本政府というかあの内閣官房の方なんかでやってるやつはですね、あのもうちょっと比較的高齢者で能力のあるようなプロ人材を地方に行って中小企業なんかを助けてっていう話ですけど、そちらに住み続ければ当然その後高齢者になっていくわけですよね。でその次につながるじゃないですか。だからまさに国がやってることはその前哨戦をやって、この日本あの創生会議がやったことはその次 の、 あの高齢者を地方に移すっていうことがつながってるのかなっていうように読めるんですよね。この少なくともストーリーをいろいろ見ていくと、なるほど、そういう意味ではすごく面白いですよ、非常に。だけどそのね、例えばあの表を見ましょうか。
飯塚表を見ていいですね。41都市のやつですね、はいはい、これですね、二次医療圏の主な都市全国40県域どうですね、医療受け入れだからこのあれですね、医療介護ともに受け入れ能力のある地方、大都市型北九州市、地方都市型室蘭、函館、旭川とか並んでますが、そうですね、まあ、ただまあこれもですね、先ほど言ってた日本あの創生会議の地方移住の件っていうのは、うん、まああの地方に人口が足りなくてこういうような高齢者が行けば、うん、その介護人材として若い人が来るということも含めて言ってるんですが、うん、ここで挙げられている41都市ってほとんど地方の中核都市じゃないですか、うん、それなりの都市ですよね、うんうんうん、だからそこに結局集中しちゃう可能性があって、今過疎問題とかなんかになっている地方 の、うん、あの創生に本当につながるのかなっていう、うん、ような疑問はなくはないですよね、うん、そうね、うんうん、ですね。まあざっと見てもなんか、ああ聞いたことがある、行ったことがあるところですよね。まあ、だから各あの県のそこそこの、うん、やっぱり都市部だと思いますよ、うん、ほとんど上がってるのは。そうですね。それででもこれにみんな行くのですかね。どうでしょうかね。行くですか。いや分かりません。東京生まれの人は。だから高度経済成長で東京に出てきた人のを対象要するにそのほら団塊の世代、うん、団塊の世代とは昭和22年から昭和24年生まれで、1947年生まれの人から49年生まれ、その人が後期高齢者になる75歳は2022年、そうですね、あと7年後、はい、だから2025年があの昭和100年問題と言われるような問題で、まさにその頃に団塊の世代がまさに本当に後期高齢者になってってですね、かなり問題になっていくということを言ってるんだと思うんですよね。ただまあそれでだからっていくかどうかというのはまた別問題ですし、じゃあかといってあの高齢者になった時には下手すれば独居かもしれないですよね。そうそうそう、独居かもしれない。そういう時に一人で本当に生活できてればまあ問題はないですけど、できなくなったような時にどうするのかっていう話ですよね。で現実でそういうことが起こってくるんですよ、うん、でそれで先ほど申し上げたような、うん、割とこう中高年の人たちのプロ人材を地方に持っていくっていうことと、あともう一つは、うん、あのこれも内閣官房がやってるらしいんですが、うん、日本版のですね CCRC っていう仕組みを作ろうと、うんしてるんですね、うん、この CCRC っていうのは何を言ってるかというと、うん、コンティニューイングケアリタイアメントコミュニティって言って、持続的なケア付きリタイアメントコミュニティを作るということで、うん、まだ自立している高齢者を連れてって、うんうん、その自分でこう自立できなくて介護になった後も同じ料金で面倒を見るような仕組みをですね、うんうん、こう地方に作ろうっていうことをやってるわけですよ、うんうんうん。鈴木さんはどうですか。75歳、まあ、遠い先ですけど、まあ、遠くないんですけど私の場合はそんなに、まあ、別に私は地方から出てきた人間なんで地方でもいいですけど、うん、そうですね。僕あの昔あの I ターン J ターン U ターンの取材ってしたことあるんですよ。はいはい、でそれはなんか新しい働き方じゃないのかっていう、一極集中どうなのっていう時代だったんで、それでやったんですけど、そのU ターン、J ターンは分かりますよね。だから I ターン、I ターンは僕ないかなって思うんですよね。まあ何のあれもなくて、ちょっとやっぱりなかなか行くかっつって行けないし、ね、縁もゆかりもないところには行きづらいですよね。行きづらいですよね。話してる言語も違ったりね、いろいろしますし ね、して先ほど言ったように、もし可能だったらもうやっぱりある程度まだ働ける頃から行った方がいいですよね。まあそうですよね。して友達できるし、先ほど言ったようにもちろんその高齢者が来ることによって若い介護の人材なんかも地方に来るかもしれないですけども、うん、先ほど名指しされた指定されたいくつかの市にしてもですね、うん、やっぱりできれば本来は高齢者が来るのが嫌だっていうわけじゃないにしても、うん、やっぱり若い人材が来て地域をこう盛り上げてほしいわけじゃないですか、うんうん、まあね、うん、だからそういう意味ではもっとこう、うん、ちょっともうちょっと現実的にですね、うん、動きやすいような仕組みにしてくんないとなかなか
言葉としては分かりますけど現実には難しいかなと思いますし、あと現実に今なんかもですね過疎の問題が起こった時に高齢者が過疎地に住んでる問題もあるじゃないですか、はい、だったらそっちも本当は先ほど出てきたような中核都市に移動させなくちゃいけないわけですよね、うん、いろんなこと考えると、財政の問題とか考えたら、だからそっちの両方をやっぱり含めて考えないとどうなのかな、下手すると先ほど の、 その東京首都圏の高齢者を地方に持っていくっていうのは形成の上捨てとかでね、そういうふうにも取られかねない、まあ、そういう揶揄するところあるでしょうね、 あるですよね、特に強制なんかにまさに、まあ、できないですけれどもしたりしたらそういうことになりかねないわけですよね、そうね、確かに、して本当に地方に持ってっちゃったらまだおあの子供なんていうんですか、あの本人は行ったにしても、うん、その親とかに会いたい親族なんかも行きにくくなるとかね、うん、そっちの問題だとあるわけですよね、いいです、え、それもありうるでしょ、そう簡単じゃないですよね、そう簡単じゃ、多分そうね、多分みんな分かってると思うんですよ、うん、ですよね、うん、でそれであのこれはそういう考え方もあるよっていうのを、まあ、見せるためのね、松尾さんとかが提案しているわけですよね、で我々が何を考えなきゃいけないかっていうのはその高齢者がどう生きるかっていうのを本当に考えなきゃいけないとかよく言われてたんだけど、まあそうですね、働くだけじゃなくて住む場所も考えようよってことですよね、住む場所とあとまた生活ですね、ライフスタイルとかでしょ、うんね、そういう時代なんですね、本当ね、いやまさにそういうことだと思いますね、うん、いや難しい問題ですけれども現実に確実に起こってくる問題でもあるんですよね、これ避けられない、避けられない、まあ、本当は今ぐらいから考えちゃ遅いぐらいの問題ですからね、そうそうそう、あと 7年後、あと7年ぐらい、7年なんて合ってますよ、2025年までは10年後、だからまあこれはまあ簡単にこう結論が出るわけじゃないですけれども、うん、まあ、国民全体が考え続けていかないといけない問題なんでしょうね、社会保障ってなんか深刻ですよね今ね、いやだからその問題もあって、うん、実は地方の人も介護料金がちゃんと出てくるなら、うん、それは高齢者に来れば意味あるんだけど、うん、下手すりゃ介護が負担になる可能性あるんですよ、そうそうそう、あれ市区町村ですからね、市区町村だから、うん、そう、そう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 、そっちの問題もあるんで、だって今までは全部どっかに払ってたわけでしょ、例えば東京にいた人は東京に払ってたわけですよ、そうそうそう、それが今度年取った時に来られても困るわけですよ、だったらその財源の移転とかも全部やらないといけないですよね、なんか計算されて、計算していかない限りは無理なんで、はい、そうすると今度は広域的な行政をどうするかとか、うん、あと個人はだってどこに行くかを決めるかというのはやっぱり個人の選択じゃないですか、そうそうそう、それを果たしてどうやってその財政的なものも含めてバランスが取れるかというのはすごい難しい問題だと思いますよ、本当ですよ、考えたらね、ということでちょっと皆さんの意見を聞きながらまたいろいろこの問題考えていこうと思います、どうぞ富田さんお願いします、はい、介護医療は特に心配だね、うん、後期高齢者の地方移住の話か、うんうん、命令だと奪捨て山のような話だなそうそうそうですよね、うん、税金とか保険料とか誘導していく方法だね、うん、そうだね、ババの押し付けよりも高齢者に仕事を、あ、うん、このままだと介護従事者も首都圏に集中してしまう、うん、そうなんだよね、それも危惧されてますね、そっちもあります、だからあの若い人があの人口流入、ね、今のままあの高齢者が東京、うん、あの首都圏にいると、うん、人口がそっちに来ちゃうから、うん、まあ、こう今回のような地方移住やった方がいいということもあるんですよ、うん、そうそうね、で他方で、うん、あのこれは全然違う話ですが、東大の柳川先生という人は、うん、あの要するに機能年齢の話を言ってて、要するに高齢者になってもかなり身体的に元気な人がいるんで、75歳ぐらいまで定年を伸ばしてもいいんじゃないかとかね、うん、あでもね、あれですよ、健康年齢74なんですよ、4なんですか、うん、今ね、そう健康年齢74なんですよ、まあだから、まあ、まあいずれにしても、うん、まあ、そのぐらい働けるような人にとってやっぱり働いてもらって、できるだけあの社会保障の負担とかですね、うん、そういうのもやってもらわなくちゃいけないとか、うん、全部を考えないと、うん、多分この問題って解決しないですよ、それがね、社会保障で先ほどのお金の移転の話とってやっぱり、うん、
パイが減ってるから、そんなにこういっぱい出せるわけじゃないじゃないですか。ってことはやっぱりどうしてもやっぱり税金をちゃんと納めてもらえるようなことをしなくちゃ、それがマイナンバーの話とかも全部つながっていくと思うんですけども、それがまた先ほどあの今日の話の冒頭で言った年金情報の流出なんかの問題とかもまた連動していったりするんで、すごい大変なあの問題がいろいろあってですね、そのパズルを解いていかなくちゃいけないんですよ。だってマイナンバーに全てが登録されて、それが流出しちゃったら年収から病歴とかから全部分かっちゃうわけですからね。でもやっぱりある程度そういう統一して情報がないと、税の補足とかなんかってできないのも事実なんです。そうなんですね。はい、豊さんどうぞ。はい、読みます。最近首都圏中心の考えが多いなと感じてしまう。いや本当そうなんですよね。これずっと僕も思っているんですが、ただなかなか地方分権ということは最近聞かないですね。まあ、まだ地方創生とですよね、いうことを言ってるわけですけども、やっぱりなかなか進んでないですね。あ、これ面白い。地方の創生というより地方の延命って感じだけどね。まあ、そうですね。そうなっちゃうと本当にいけないですよね。いやだから中間村地とかの過疎地の対策ってのもそれに近い部分があるんですよね。ああそうね。だからまああんまりあのなんかあんまりはっきりは言えないですけれども、中途半端にやっぱり残せない部分もいっぱいあるわけですよ。やっぱりある程度こう切らなくちゃいけないところもどうしても出てきちゃってるので、そうそう、ただそこで生活してる人のね、やっぱり感情の問題だったり思いの問題だったり歴史だったりっていうのがあるわけですよ。先祖ながらの土地 で前は10軒あったのに今1軒だけで、その1軒だけのために上下水道、電話、電気、電話とか、あの場合によってこう強交通機関が残ってるとかあったり、あと他方で本当に誰の所属かが分かんないような土地とかが増えちゃったり、 あとお墓なんかももう何て言うんですかね、東京に出てきちゃってると誰のものかよく分かんなくなってきたりするし、ものすごく起こってきてるんですよ ね、 なるほどね。まさにもう社会構造が変わっちゃってるんですよ。なるほどね。だから戦あの、そうか、明治維新以来の、もっと前から言うとですね、江戸時代の時の地方分権だったわけですね、日本っていうのは、猶予の州、ね、州というか藩があって、地方分権だったのを、あの明治維新以降中央集権にしてきて、その結果として今東京に人口集中とかしちゃってるんだけど、それがまた問題を増幅させてるわけですよ。それと全部連動してるんですよ。だからやっぱりこの200年百何十年、数十年のやっぱり日本の近代化の歪みと、あの社会状況の変化が問題として噴出してるってことなんですよ、まあ、そうこの問題って。しかも少なくとも人口 の、あのこう減っていくことに関しては少なくとも数十年前に分かってたはずなんですよね。そう国もそれを対策を取ってないんですよ。そこを取っていけば今のように急激にあの少子高齢化に進まなかったはずなんですよ、もうちょっと。そうね、例えばもっと女性の活躍の場をもっと前から作っておくとか、やっとけばこういうことになってないんですよ。まあ、男女雇用均等法を作ったりとか全部やっとく、まあ、形だけやってたんだけど、実際的にはやってないから、そうだよね、うん、そうですね。はい、あと育児ですね、育児休業とかね。はい、戸上さんどうぞ。はい、読みます。てか同州制はどうなった。そうそういう問題、同州制全く議論されなくなっちゃうんですね。そう、はい、高齢者がたくさん入ってきても創生になるんだろうか。そういう意見もある、ありますね。コンパクトシティにして集中は必要だけどもね。地方に仕事がないのがそもそもの問題、企業が東京に集まりすぎで、これもねバラそうとしたりとか、あとコンパクトシティもなんかいろいろやってるけど、なんかこれが決め手になるような政策なのかなっていう気しますよね。ならないですね。あと工場が地方にないって言っても、工場を作っても今ってロボット化とか自動化が進んじゃってて、あんまりいわゆる今までの地方にいる人材ではなかなか雇用に結びつかないんですよね、実はね。はい、どうぞ。はい、読みます。年齢による最低賃金制度を考えてほしい。若者は1200円、高齢者は500円とか。ああ、それは面白いですね。あのちょっと高齢者の雇用を考えてる会社行った時にも、高齢者の最低賃金高すぎるっていう話を言われてましたよ。それだと企業雇ってくんないから、
もっと下げてもいいんじゃないかな。なるほどね。特に年金とかもらってるんだからいいんじゃないかっていう議論は、うん、言われてましたね。そうよね、確かにね、うんうん、でもそうすると今度若い人雇わない可能性ってあるわけですよ、うん、あ、安い方ばっか取っちゃってね、うん、今度は、うんうん、難しいですね、うん、だって今例えばマクドナルドも結構高齢者の人が仕事したりするじゃないですか。いらっしゃいます、いらっしゃいます、うん、でその時に最低賃金法が施行されたらそういうことになりますよね、うん、そうそうそう、ああシルバー人材使うのね。そう、うんうん、僕がマック行ってあのおばあちゃんが売ってくれると嬉しかったりしますけどね。いやだから僕悪いってじゃなくて結局今困ってるのは若い人の就職口がなかなかないって言ってる状況の中でそれをやったらいい面もあるんだけど、結果としてもっと失業が増えちゃう可能性があるってことを言ってるんです。そう、だ賃金面だけ考えるとその安いあの労働力使うんじゃないかっていう発想もあるってことですよ。 あり得るから、うん、現実に企業からするとそういうことなんですよ、うん、面白いな。面白い面白い、うん、あの発想として面白いですよね。面白いですよね。考えればなんかいいことできそうな気しますよね。はい、どうぞトニーさん。はい、地方の考えとして金持ち高齢者のみが欲しいってのはあると思う。これ耳痛いですね。将来俺が後期高齢者に来るなって言われる、生きてた人も来るなって言う、来るなって言われちゃうってことです。貧乏だから来るな、お互いそうですから。はい、鳥さんどうぞ。はい、東北北海道なんて財政的に高齢者増えたら持たないんじゃないかな。もうすでにね、高齢者多いですからね。そうだね、国と県の補助金が半分ですね、確かに。はい、どうぞ。読みます。向き不向きもあるし、移住するなら早い方がいい。別府は行ってもいいな。いやだから選択肢を提示するのはいいと思うんですよ、はい、早く地方に移住することの、うんうんうん、なるほど、そういうことの一つだったら全然誰も問題はないと思うんですよね、うん、ですよね、うん、だからこういうのもなんか考えられますけどいかがですか。そう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 、うん、でもしでもそこでもでも国のちゃんとしたその税の対策とかなんかがないとやっぱ動かないですよね。何もないのにやる人って、まあ、いかないでしょうね、うん、特に高齢者になったらやっぱり移動したくないでしょ、うん、そうですよね。だからなんか後押しがなければ背中を押してくれる何かがないといけないような気がする。鳥さんどうぞ。はい、でもそういうね、今度国の後押しが来た時に家族が無理に自分の、うん、何親とかを地方にやって、うん、あれしようとかって思うかもしれないじゃないですか、負担が減るから。それ映画撮れますよ。いやでもそういうことってあり得るわけでしょ、現実に、うん、いや今考えて、ね、そういうことは望まないけれども、うん、例えばね、今考えてもあの男の人と女の人は結婚しましたと、うん、で両方とも家族ご両親がいて東京に住んでましたとね。だからこの音だから旦那の親父さんが俺は田舎に帰ると後期高齢者で補助金もらってって、だこっちの親とかどうすんのとかになりますよね、うん、だあんたどうなのって言って嫁さんに言うとか言われるかも。映画ドラマの世界ですね、それね、うん、どうぞ富野さん。はい、地方都市って東京よりバリアフリーは弱い気もするけどね、うん、別府はええとこやで、温泉もあるし魚うまいしそう、別府って評価高いですね。高崎山もあるし。はい、どうぞ、はい、年取ったら暖かいとこ行きたいな。アメリカなら隠居はフロリダ。そう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 。フロリダ高そうですね。物価が。だけどほらアメリカの隠居したらフロリダに行くっていうのはよくほら映画とかでね。はい、どう。金持ちでしょ。でもなんかね、まあこれフロリダ行ったくないか分かんないけど、なんか結構今さびれてるって聞きましたよ。そうなんですか。そういう人が少なくなったって。あ、そうなんですか。はい、どうぞ富田さん。はい。机上の空論っぽい、秋上の空論っぽいな CCRC、うん、都会の人が田舎に来ると人間関係でつまずきそう。そっちの問題もありますよね、うんうん、先ほど の, そのプロ人材、高度プロ人材を地方にっていう話も、うん、本当にこうそういう人たちを受け入れてくれる土壌なんかもないと、言葉として言っても結局なんか経産省かなんかある事業をやったんですって、そういうような地方に行くような人材をやるためのトレーニングプログラムみたいな、結局参加者をまず集めるのが大変だったってことと、結局参加者もほとんどやっぱ地方に行かなかったらしいですよ。無料なので参加者はとりあえず回るとはいたんだけど結局行かなかったらしいです。やっぱそういう問題あるんでね。どうぞ富井さん。はい、都会の人が田舎に来ると人間関係でつまずきそう。読んだじゃんそれ。現代版奈良山節子、うん、
結構都会から田舎はうまくいってるよ。うん、高齢者の保険料 1割負担とかってどうなんだろう。高齢者ほどお金使わないの。医療費ね。行きたくなるような地方を作るのが地方の課題のような気がする。あ、そうですね。所得によって保険料を変えるのはありだと思う。うん、お墓をどうするのかとかもありそう。うん、年取ったら軽い 農業は健康にいいぞ。大分県神奈川村みたいなのもありかな。農業だって急にね、50、60になってからやれるかつやっぱりそれやれないですよ。前からやってるからできるんですよ。90ぐらいで今も農業を続けてる人いますけど、それは90の時始めたんじゃないんですよ。やっぱり20代とかに始めてるからできるんであって、やっぱり急にやっぱりできないので人間って。それからその家庭菜園レベルというのと全然違う。ね、ちゃんとした全然違いますよ。ですよね。トさんどうぞ。はい、はい、空き家率が2割を超えてるしリフォームでうまくやりくりを。そうね、空き家はものすごく増えちゃってね。でも今度法律なんか変えましたよね。空き家残しとくとなんか課税すかなんかするのして、うん、あれだって危ないんですよね。あ、そう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 、治安も危ないし、あと突然崩れたりするといろいろな問題が起こるんで。はい、トさんどうぞ。はい、結局何も手を打たないまま7年が過ぎそう。早朝朝釣り、午前畑作業、午後昼寝ってのはどうよ。だから、ね、いいと思うけどね、できるなら。でも結局少子化をなんとかしないといけないってことでは。そうなんですよね、この間出生率下がりましたもんね、うん、今年のね。そうそうそう、あ、去年か、うん、そう、なんかもう本当だから、ただあのなんだっけ、あれ役もあるわけでしょ。だから、うん、要するにその今のこのほらこういう人口形態が全部上がっていっちゃうと、あのもう一回こう戻るんじゃないかっていう理論もあります。ああ、でもだから少なくともだから2050年間なんかになると高齢者のあれは負担はガクッと、そう上の世代がある意味でいなくなるんで、うんうんうん、ね、はい、富さんどうぞ。はい、ネットから分離専用線で。江戸時代にも江戸に人が集まりすぎて無理やり地方に返してたりしたけどね。そうそうそう、そういうね、昔はだからできたわけですよね、うん、そう、あれは強制力がね。そうそうそう、だって江戸ってあの特定のあれしか入れないからね、うん、そうこれね、現代版人買い政策とか必要なんかなとかね。はい、はい、ブラックシルバー企業とか出そう。面白い。ブラックバイトじゃなくて、うん、はい、金持ち外国人が来てほしい日本と同じだろう、うん、ハメルーンの笛吹き男みたい、子供じゃなくて高齢者、うん、なるほど。神奈川県は土地が余っているよ。単に行政が市街化調整地域とか区別してるだけ、うん、ちなみにあれですね、神奈川県知事の 黒岩さんは今回 の、 その日本創生会議の、うんうん、噛みついてますね。噛みついてますよね。ああ、増田さんも、うん、そうさあ、そうだよね、うん、だってね、だってその税金ね取れるところなんだから。富さんどうぞ。はい、地方の高齢者奪い合いが始まるような制度だといいな。あ、はい、そうだね、都会から来た人と元からいた人のとの間に壁ができるね、特に高齢者は。うん、地方では自給自足レベルの畑を多くの人がやっているよ、うん、空き家が増えているのに新築アパートも増えている今、うん、1.43 から1.42 で微減、うん、出生率ですね、微減ですね。ということで1時間45分経ってしまいました。たくさんな問題があるということが分かっただけですね。そうそうそう。でも消滅都市といい、この問題といい、もう聞いてると暗くなりそうですよね。まあでも避けては通れない問題なので、こんな手の打ち方しかないのかと思っちゃいますよね。いや、そういうことですよ。まあね、僕が言ってるのはその暗くなるっていうのは、その高齢者が多いとか少ないとかじゃなくて、うん、こんな政策しかないのかっていう気ですよ ね、 まあね、確かに。でもそれでも逆に言うと、うん、政策でできることって実はたかが知れてるっていうことだと僕は思いますけど ね、まあ、ね、だけど風潮を作るとかいうのは
政策引っ張ることって僕できると思うんですよね。風潮ですよ、そのテレビとかあのラジオとかそのメディアがその新聞とか風潮をこう流行りとかなんとかってやるのもできるんだろうけど、僕政策でも僕は風潮って作れると思うんですよ、ね、だそういう意味では安倍さんのアベノミクスの中での女性の、うん、あの進出の問題はいろいろ批判もされてますけども、うん、あのいろいろ私もあのインタビューとかいろいろやったんですが、うん、やっぱりいいと言ってる人は多いですよ、うん、ないと、うん、ね、あれはやっぱり安倍さんがやってくれたから非常に言いやすくなったり、うん、あの現実にいろんな企業なんか調べると、うん、あのダイバーシティ推進室とか、うん、日本でいうダイバーシティっていうのはほとんど女性のことも多いんですけど、うんうんうん、そういうとこ、あのことを考えるですね、うん、あの部署が結構、うん、結構その今までの、うん、日本の中でも多分保守的なゼネコン系の企業やなんかでも出てきててやっぱり変わり出してきてるんですよ、ね、うん、まあ、でもあの賃金格差とか良くないですよね、男女間のね、うん、まあ、だから同一労働同一賃金であるべきだと思いますけどね、うん、それだけはですよね、はい、ということで、皆さんいかがだったでしょうか、今日は103人の方が206ちょうど2つずつ投稿していただいたという形になります。それでは、富田からまたまた最後に皆さんにお知らせがあります。 AW 通信社では日々の活動を Facebook でお知らせしています。また AW ニュースウィークリーの番組アーカイブはニコ生に加え高画質で視聴できるように YouTube にも掲載しております。そして番組の記事はブログに掲載しております。皆様もすいませんが Facebook や Twitter での拡散をお願いいたします。はい、ということで、皆さんどうもありがとうございました。次回の番組は、1週間後ぐらいですね、6月15日月曜日16時となります。次回は浜谷秀弘さんが来ます。安全ご専門のちょうど国会もという時ですね。いい感じですね。そうですね、はい、では鈴木さんありがとうございました。皆さんどうもありがとうございました。